日曜 AM 知事のレディオバー、皆さんこんばんは。このレディオバーは日曜日の深夜1時にだけ開く不思議なレディオバーでございます。本日は令和6年2024年の9月1日日曜日の日付があった月曜日 AM 知事ということで声もオープンしたいと思います。支配人の不思議レモンです。さあ、ということで久々のレディオバーオープンということで、今日はねお送りしていきたいと思うんですけども、今日のテーマなんですけども、先週世界中で話題となりました90年代最強のバンドオアシスがなんと再結成ということで、いやーほんとすごいねニュースになりましたけども、僕もオアシス大好きなんですけども、私不思議レモンはですね、知ってる方はね、ご存知だと思うんですけども、沢田研さんのカバーね、中心に、非常に沢田研さん大好きで、活動してるわけなんですけども、このレディオバーは70年代中心にテーマをね毎回やってるんですけども、いきなり90年代に変えるのかということなんですけども、いえ実はですね、私沢田研さんも好きなんですけども、60年代の最強のバンドといえばザ・ビートルズも非常に大好きでございまして、このオアシスというのはそのザ・ビートルズとですね、めちゃくちゃ関係のある実はバンドで、僕がその音楽のスタイルとしてですね、非常にこのオアシスのスタイルっていうのは非常に参考にしてたりするんですよ。ですので、今日はそういう点からも含めてこのオアシスの再結成をご紹介したいと思います。サンデーナイトレモメンではもちろんオアシスの楽曲ですね、3曲私が選んでおります。ぜひ深夜になりますけどもお付き合いください。この番組は不思議音楽レーベルカフェ&バー不思議茶屋の提供でお送りいたします。日曜M知事のレディオバー、今週のテーマは90年代最強のバンドオアシス再結成ということでお送りしていきたいと思います。まずはオアシス、ご存知ない方にどういうバンドかっていうふうにね、簡単にご説明しますと、1991年に結成されましたイギリスのロックバンドということで、イギリスのマンチェスター出身なんですけども、弟のリアム・ギャラガーがボーカル、そして兄のノエル・ギャラガーがギター、そして作曲ですね。オアシスのプロデュース的なものは全てこの兄のノエルがしているような感じなんですけども、この2人を中心に他のね、いてもいなくてもいいようなバンドがとにかくこの兄弟がもう核なんですよ。でこの兄弟が非常にいろいろあってですね、解散して今回再結成の流れになるんですけども、いわゆる90年代のブリッドポップの中心的なバンドで、かなりのギターをこうかき鳴らしてですね、ギターの壁みたいなサウンドを作る。90年代は洋楽は本当にこういうオアシス的なバンドがめちゃくちゃ多いんですよね。日本もそれに影響を受けて似たようなバンドもね、非常に生まれたわけなんですけども、1994年のファーストアルバム、Definitely Maybe というね、放題はオアシスなんですけども、こちらのアルバムがもういきなり売れて、これは後でもね、今日のオープニングにも言いましたけども、非常にオアシスのコンセプトがもうきっちりできてるんですよ。そして時代感に乗ったというか、そのような形でもういきなり成功したという。そしてもうモンスターアルバムですよね、セカンドアルバムモーニンググローリー、さっきのアルバムファーストも、イギリス1位なんですけども、こちらも、UK チャート1位で、全世界で2500万枚以上の記録を達成したということで、ザ・ビートルズのサージェント・ペパーズが持っていたイギリスのアルバム売上記録を30年ぶりに更新ということで、このビートルズがこのオアシスのポイントだったりするんですけども、このオアシスというバンドはもうめちゃくちゃザ・ビートルズのことを尊敬していて、もうとにかくそのメンバーと一緒にバーとか行ってですね、俺たちの楽曲かけてくれよとかいう感じでですね、バーのマスターに行ったりするとですね、ボーカルの弟のリアム・ゲラーがですね、そのメンバーをボコボコにぶん殴ってですね、ざけんじゃねえよバカ野郎、お前ビートルズかけてもらえやったやめみたいなね、よくわかんない普通だったらね、自分たちのバンドの曲かけてもらうっていうのはさ、当然のことだったりするんですけども、そういうそれぐらいとにかくビートルズのことを愛しているグループで、例えば記者とかね、インタビューで、こうオアシスにね、インタビューするわけじゃないですか。でその時の、言ったらインタビューの回答も、俺たちはビートルズが好きなんだと、ビートルズになりたいんだというふうに、もうとにかくビートルズのことばっかりをしゃべる。でオアシスの、音楽性というかサウンドもですね、実はですね、ザ・ビートルズまんまなんですよ。もうそのまんまだったりするんですけども、 CM の後それについて詳しくお話したいと思います。不思議レモンファンクラブ演奏のお知らせです。
シゲモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシギ音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。フシギレモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス、シューファイン、月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングル、アルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議レモンライブスペース電脳不思議レモショー、月額1100円で不思議レモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議テレビジョン、不思議音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議猫ニャンズデジタルハウスへどうぞ。日曜夜7時のレディオバー、今週のテーマは90年代最強のバンドオアシス再結成ということでお送りしております。そんなザ・ビートルズ大好きなオアシスなんですけども、ビートルズのファンがオアシスじゃあ聞いてまんまかって言われたら全然違うじゃないかっていうツッコミ入ったりするかもしれませんけども、それはさっき、冒頭で説明しましたですね、90年代のその言ったらブリッドポップというかギターをかき鳴らすようなサウンドの言ったら色付けであるから、まんまビートルズをしてもですね、外側の外枠が違うから違うように聞こえるんですよ。ただ元ビートルズのジョージ・ハリスンがですね、このオアシスに対してですね、君らがやってるのは僕らがやってきたことなんだっていうふうに批判されたことがあって、もうメンバーみんな落ち込んじゃったっていうねエピソードもあるんですけども、ただ僕はこのオアシスのやり方っていうのは自分の音楽スタンスにめちゃくちゃ受け入れているというか、もともとビートルズが好きなんで、サウンドもオアシスのサウンドはすごく好きなんですけど、このオアシスのスタイルというか、言ったら才能ないやつは、もうそのまま誰かうまくいってるやつをコピーしろというか、そのまんまをやれっていうのは、僕よく本当にラジオでね、この、聞いていただいているリスナーの皆さんはまた言ってるよって思えるかもしれませんけども、もうそれが僕のスタンス。才能というのはもうすぐ分かりますから、自分がもう勝手に天才的な人っていうのは勝手に導かれるものですから、導かれないものは才能ないんですよ。そういう人間はですね、もう誰かのまんまをやりゃいいんですよ。で、結局このオアシスはそのビートルズをまんまやって成功した。時代背景も良かったんですね。実はビートルズって日本ではずっと愛されてるイメージありますけど、90年代入って、80年代の後半ぐらいから90年代って世界規模ではビートルズでも過去の、遺産みたいな感じの扱いだったわけなんですけども、このオアシスがこのような感じで、ビートルズを取り上げることによってですね、その後のビートルズの再ブームにもつながったりするのかなと思うんですけども、つまり当時下火だったザ・ビートルズを取り上げてですね、まんまやってですね、外側の枠だけですね、当時の90年代の流行的な言ったら音楽サウンド性をやったと。それでオアシスは大成功したという、もっとね細かいこと言ったらいろいろあるんですけども、非常に理にかなっているバンドなんですよね。ただ2枚目のアルバム以降はやっぱりちょっとだんだん落ちてきて、結局もともと喧嘩が絶えなかった弟リアムと兄ノエルの喧嘩がさらに深刻化して解散してしまったと。で、それぞれソロ活動をしたんですけども、まず最初に成功したのはボーカルじゃない、ギターと、オアシスの頭脳であるノエルだったんですよね。この辺はやっぱりね、そうだなと思うんですよ。やっぱり賢いやつが勝つんですよ音楽もね。ただリアムはずっとその後下火の時代が続くんですけども、後にソロとしてですね、言ったらまんまジョン・レノン路線を言ったらソロで確立してですね、それで
たらまあ成功するぞソロでも、まあ、つまりお互いソロで成功してそのソロの成功もまあこれ以上もう伸びねえなっていう感じの状態が実はこの数年続いてて、僕まあラジオで言ったことあるんですけど、そろそろ再結成するんじゃないのみたいな感じのことをちらっと言ったと思うんですよ。それはもう、まあこれ以上、まあ言ったらオアシスを超えるぐらいのソロではないわけですよ。二人ともまあ成功はしてるんだけど、ソロでも。そう考えたときに、まあもうこのような形で再結成するというのは、まあもう規定路線なのかなという感じはいたします。日曜の夜に聴きたくなる3曲をセレクト、サンデーナイトレモメンドのコーナーでございます。もちろんオアシスの3曲をセレクトしております。1曲目 Whatever ということでね、これ記念すべきオアシスのファーストシングルということなんですけども、もうビートルズ感満載のもうまんまビートルズというね感じもいたします。いい歌ですね。2曲目 Wonderwall ということでね、もうこちらもオアシスの代名詞と言われるような超名曲ですよね。3曲目 Don't Look Back in Anger ということで、これも本当に屈指の名曲なんですけど、この曲だけを、まあ、この曲だけじゃないんですけども、オアシスはダブルボーカルなんで、兄のノエルも歌うんですけど、この屈指の名曲を、まあ言ったらノエルは、リアムに歌わさなかったんですよ。これが後のやっぱりソロの大成功にもつながっているのかなと。まあ、ノエルはいい曲たくさんソロでも作っているんですけども、やっぱりこの曲があるというのは、あるとなしじゃ全然違いますからね。みんなやっぱりこの Don't Look Back in Anger を聞きたいがために最後にこの曲絶対持っていくんですよ。戦略家なんで、ノエルはね。だからやっぱこの曲をね、リアムに歌わさなかったっていうのが本当にすごい賢い人だなと思うんですけども、でもノエル・ギャラガーの面白いところはですね、まあ、オアシスでも2枚目が最強のアルバムなんですよね。モーニング・グローリーが。そして自身のソロでもですね、やっぱ2枚目がね、最後傑作だと思うんですよ。チェンシング・イエスタデイというね、アルバムあるんですけども。あとはね、やっぱ3枚目以降から、どうなんだろうね。オアシスと全く同じパターンでね、2枚目がもうめちゃくちゃ良くて、だんだん落ちていくという感じで、まあ、そろそろもう限界かなという感じを思ったのかなという。そして、なんとなくね、やっぱりノエルからリアムにちょっと声かけたんじゃないかなというような僕は雰囲気がするんですけどね。で、一方のリアムに関しては、まあ、言ったオアシス解散後もうずっと低迷だったんですよ。で、まあ、さっきも言いましたけど、ソロ、ね、今までそのバンドを組んだりいろいろしてたんですけど、うまくいかなくて、自身のソロの時にですね、一枚目が結構まんまジョン・レノンのソロみたいなところがあって、いいところ気づいたんで、いいところ気づいたなという、まあ、私のね、もう才能ないやつは、もう過去の誰かのまんまをやるというのが、成功への近道というか、大体ね、才能ないのに余計な自分のオリジナルを出そうとするから誰にも相手されないんですよ。世のミュージシャンの方とかもそうだと思うんですけども、ですので日本の歌舞伎とか、まあ言ったら落語っていうのはまあ伝統芸能じゃないですか。古典と新作というのは必ずね、二つあってですね、古典はやっぱりまんまをやると。先人たちの成功をまんまやると。で、まんまやることによってまあ時代感ってありますから、まあね、結局古さは感じるんだけど、成功のコツとか、成功のポイントっていうのは全くどの時代も一緒なわけですから、そのまんまやるというのが非常に大事で、このオアシスというのは、まあ言ったら90年代の、まあ遡る30年前の音楽をですね、まあ言ったらもうまんまやったと。まあいわゆる古典ですよね。そしてそれを言ったら90年代の当時の音楽的サウンドで、まあ、表現した、まあ、新作ですよね。そこをうまくやっぱりこうバチッとこう噛み合ったから彼らはモンスターバンドになったのかなという感じがいたしますけどね。まあ、来年2025年はまあね、まあイギリスですかね、ライブスタートということで、まあ、世界ツアーも始まると思いますんで、まあ、ちょっとチケットね、まあ、絶対取れないようなね、本当にモンスターバンドだと思うんですけども、まあ僕も本当にオアシス好きなんでね、見たいなという感じは、するんですけども、今後の活動が楽しみです。皆さんにとって良い1週間にあることを願いつつ、私とはこの辺でおやすみなさい。私にもう一度キスして悲しく酔ってる私グラスに溺れて